ようございます。ひなです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はずっと楽しみにしている企画、ひなの一日密着です。イエーイ。もう念願の企画です。もうありがとうございます。今日はひなのレッスンがある日の一日を紹介したいと思います。それではどうぞ。今は6時37分です。いつもはね7時に起きるんですけど、今日は撮影があるので早く起きました。めっちゃ眠いです。男はシロちゃんです。ちょっと私に似てね、色黒になっちゃったんですけど、もう私の方が白いかなって。はい、じゃあユナのいつも寝起きのスタイルを紹介します。ユナはね、髪の毛が絡まりやすいので夜は基本おつまみにしてます。はい、じゃあ学校行く準備をしていきたいと思います。ゴー。はい、学校の準備ができました。皆さん朝はパン派ですか、ご飯派ですか。ユナはね、デザート派です。いつもは朝あんまり食べれないんでデザートにしてます。この中だったらね、ユナはパインがね一番のお気に入りです。なんか朝ごはんはあんま食べなくていいかなって思うんですけどね、朝ごはんやっぱ食べた方がいいよって言われるんで頑張って食べてます。で、学校行くときはいつもポニーテールです。じゃあ学校に行ってきます。ゴー。ただいま。はい、学校から帰ってきました。今日は皆さん学校で何がありましたか。ユナはね、学校で調理実習があったんです。ポテトサラダとポテトチップスを作りました。めっちゃ美味しくできました。はい、で、着替えてきました。今日はね、ボーイッシュな洋服に着てきました。いつもウォーキングレッスンの時はスタイルがよく見える洋服を着るんですけど、今日はメイクレッスンなのでラフですっぴんです。ちょっと恥ずかしいんですけど、このまま行きたいと思います。レッツゴー。はい、中に着きました。
げる方法を教えるので、前に集まってきてくれる？一番上げたいのが、黒目の上側を綺麗に上げると、こっちとこっちで顔違うく見えるよね。こっちの方が大きく見えるよね。すごいよね。で、黒目の真上をまっすぐ上に上がるようなビューラーの上げ方を教えます。で、まず、自分で上げるときは、中間から奥側を1回軽く上げます。で、1回上げるんじゃなくて、目元から手先まで10回ぐらい優しく上げるように。こうやって上げてる。で、これが刈り上げ1回目です。で、なぜ3回上げるかというと、1回上げると下向いてたのがちょっと上向きます。で、今度上向いてくると目元がね、上げやすくなるので、この子の場合2回ぐらいで、ね、綺麗に上がります。金属のまつりが出るよ。で、一番際に置きます。痛くないですか？はい、痛くなかったら挟みます。ここから根元から毛先に向けて10回ぐらい上げると、あ、今レッスンが終わりました。今日は審査会でのメイクを習いました。いつもはちょっとユナは派手なメイクをするんですけど、今日はシンプルな素材を生かしたメイクを学びました。では今から帰ってきたいと思います。 GO!